自己肯定感が低いと感じていて、何に対しても自信が持てません。社会で生きていて不安です。自信を持つことや自己肯定感を上げるコツなど教えてください。ですね、自信に根拠がある人って結局自信を潰されるんですよね。なんか例えば俺頭がいいんだっていうので東大生になりましたと。でも東大に行くと周りみんな東大生じゃないですか。なので東大に入った俺っていう自信の源は周りみんな東大生っていうことで自信ゼロになるんですよ。っていうのがあったりして、自信って根拠があると結局その根拠が崩れた時にきついですよね。だ、その、例えば若くて可愛いが自信の源な人って、若くなくなると可愛くなくなるので、情緒不安定になったりするんですよ。要はその、昔は可愛かったんだろうね、この人みたいなメンヘルみたいな人って、まあちょこちょこいるんですけど、30過ぎると。ああなっちゃうんですよね。なので、自信を持つ自己肯定感を上げるとかっていうので、何かを実績とかじゃなくて、なんか毎日やってて楽しいことっていうのをちょっとずつ探してみるといいと思うんですよね。なんか僕、水をずるずる吸って飲むのが好きとか、ヨーグルトを作って食べるのが好きとかっていうのがあるんですけど、っていう感じで、なんか自分がこれやると楽しいっていうのを毎日やることをなんか5個ぐらい見つけて、それをとりあえずやっとくと幸せになりますよ。